北里の進学相談会で知れること、キャンパスのことを知れる、入試問題のことを知れる、卒業後のことも知れる、気になることをとにかく知れる。北里大学進学相談会。皆さんこんにちは。今日9月28日は進学相談会が行われています。北里の雰囲気も感じつつ中の様子を覗いてみたいと思います。今回は進学相談会ということなので相談コーナーを覗いてみたいと思います。一口に相談コーナーといっても何から聞いていいのかわからない、そんな時はこちらからスタート。こちらは在校生による何でも相談コーナーです。こんにちは。こんにちは。それでは行こう、頼れる男ベッチ。こちらはどんな相談を受けているんですか？こちらではこのように受験生時代に使った資料を用いて受験勉強などについて説明をしています。経験者が語る受験の話や何気ない日常の話まで何でも OK です。こちらが資料配布のコーナーです。ぜひ手に取ってみてくださいね。こちらが願書無料配布コーナーです。そうなんです、進学相談会会場では無料で配布中。手に取ることでモチベーションアップ間違いなし。こちらは入試対策講座が行われています。ちょっと覗いてみたいと思います。学部系統別に行われたシリーズ入試対策講座といえばこちらの資料。入試対策講座ではこのような資料が配られるんですけど、過去問に詳しい解説が書いてあったり、実際に北里の傾向を教えてくれます。ということで今回のスペシャル企画、卒業後のことも気になるあなたにぜひ聞いていただきたいのが卒業生による特別講演会。医療現場は日々進歩しますし変わっていきます。学生のうちに業務のこと、臨床のことですね、そういうことといったり、あと研究のことが学べたりするのは本当に北里の強みだと思います。先輩よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでお話を伺ったのは診療放射線技師の飛鳥先輩。学生時代の思い出を教えてください。私はキャンパスナビゲーターだったんですけれども、オープンキャンパスでツアーを担当した、その時受験生だった子が後で北里に入学してくれて、キャンパスナビゲーターとして一緒に活動できたことです。大変だったこととかってありますか？週5回実習があって、その分のレポートを出すのが本当にきつかったです。国家試験の勉強とかって大変だったんですか？すごく大変でした。問題的には全部で200問なんですけど、そのうち6割を取らないと落ちてしまうし、かつ範囲が4年間学んできたこと全部なので、一個一個復習したりとか新しく覚えることとかがあったりして、すごく苦労しました。変わったアルバイトとかってしたんですか？野球場でビールの売り子さんとして働いたことだったんですけど、結構みんな買ってくれて売れた方でした。野球場のあれですね。同じ目標を持った友人たちと4年間学べたことが本当に楽しかったです。これから辛いこともたくさんあると思うんですけど、楽しいことの方が多いはずなんで、みちるも頑張ってください。なんか社会で恋もやってたから言っていいの？皆さんいかがでしたか？それでは次回もお楽しみに。次回の進学相談会は11月2日3日、北里サイトの同時開催ですから、にぎやかな雰囲気も感じていただけると思います。シリーズ入試対策講座はついにファイナル。それでは次回もお楽しみに。さようなら。